一旦行くんですね。はい。あ、シュートはこのクラブは松田のを使ってるんですよね。マッチって書いてありますね。ゴールドに光輝いているんですよね。こちらのスパイカーの足が売りだということで、メーカーさんが目立つだろうしかっこいいからということで、こういうふうにしてくれたということです。したいんですけど裏ですからね、まあ、先っぽがそんなに言われれば見えるんですけれど、本当にゴールですね、うん、映してくれますね。でもああ本当です ね、 ですからね、はい、打っていくしかないんで。おっとボールが抜けました。珍しいです ね、 ね、体に当たったんじゃないですか。テイクバックの時に多分、ねえ、うん、ズボンの端っこの方にでも当たったんじゃないですかね。なるほど、うん、よっぽどやっぱりボール軽く握ってるっていうことですよね、うんうん。ね、競争の世界です。バットを折りながらファウルボール。バットが今サードのピンまで飛んできました。サードベースコーチ稲田コーチもちょっとヒヤッとしたシーンです。野村選手が一番びっくりしましたね。サードインとして落下点に入りました。2アウト目取っています。石田はレフトフライでこれで2アウト。少し甘い球でしたけどね、今のは球威で押し込みましたよね。さあでバッターボックスというシーンでしたが、これも同じシーンなんですけれども、これは残りますね。残って残って残って残った、バントシングル。これが鶴岡さん、札幌ドームの球場の形状なんですね。そうですね、まあ、中田選手もねずっと守ったんで分かってるでしょうけど、なかなか切れないんですよね。根本投手としても本当に粘らないといけないところはしっかり粘りましたので、こういう勝ちにつながりましたよ ね、 あ、根本もこのねシャチマルのシャチマルのシャチマルのですね、シャケマルの、これまたね持ちましたけれども、根本遥か2年目でプロ初勝利。さあそれでは2人の若い選手のね、声聞いてきます。あ、もう一人いるんですか。もう一人出てきそうですよ。イーロンはもう一人、もう一人は、あ、スリー、やっぱり来ましたよ鶴岡さん。いや前回前借りしてるんでね。また来ましたよ。シャケマルが暴れています。ということで今日はサプライズな登場になりましたよ。あ、シャケマル書いています。ちょっとイルカのようなねシルエットになりましたけれども、シャケ